今日が3月3日ですね。今日うちにあるマシンを、取りに来られるからちょっと器具の入れ替えをやりますね。今倉庫からの帰りなんですけどもですね、ちょっとあそこなんかすごいとこが出来上がってるんですよね。そこの御嶽口に倉庫あるんですけども、新宮の辺で、あれは何かと思うんですね。なんかすごい工事がやってるんですよ今。これすごい広いでしょ。これ何ができるのかなと思ってですね、誰か知ってる人いないかなと。かなり工事も前からやってるんですけど、ダイエットの方は16時間ダイエットやめたって言ったんですけども、まあ、16時間ダイエットはオートファジーが働くっていうのがですね、歌い文句だったんですけども、調べてみればあれノーベル賞の大隅教授は16時間ダイエットとか言ってないんですよね。だからオートファジーっていうのは古い細胞をリサイクルするっていうシステムっていうのを解明したことでノーベル賞受賞に多分なったと思うんですけどね。オートファジーっていうのは常に行われてるわけです、今でもですね。だからそれが16時間ダイエットすると活性化されるっていうのを前面に打ち出して16時間ダイエットっていうのが今流行ってる感じなんですけどですね、16時間ダイエットイコールオートファジーではないっていうことですね。それがまず一点っていうことですね。それとやはり16時間何も栄養素を入れないっていうのは体にあんまり良くはないからですね、まあ、時々やるのはいいかもしれませんけれども、まあ、16時間断食をやることによって腸内環境が悪化するという話もありますからですね。私基本的に食物繊維ダイエットをやってるんですけども、まあ、食物繊維を大量に摂ると善玉菌が増えると言われてますからですね、栄養素を3時間に1度ずつ入れていくっていう従来のボディービルのダイエットが一番いいなと思ってですね、まあ、人間規則正しい食生活が一番ですからね。それでアンダーカロリーになっていけば痩せていくっていうのがいいですよね。まあ16時間断食とかいうのを試すならば時々ですね、食療法として試すのはいいかもしれませんけども、通常栄養素を入れない時間が長くなると体には悪い部分が多いからですね、やはり断食とかよりも3時間に1度栄養素を入れていった方がいいんじゃないかと今のところ思ってますね。まあそれによって少し体調も良くなってきたから、まあ、今日もお仕事頑張っていきたいと思います。